ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、えーと、今回はですね、リアクトの基礎について解説していきたいと思います。はい、えーと、今回から実際にですね、まあ、リアクトを使って開発していきます。で、流れなんですけど、こんな感じになります。まず、ソースコードですね。まあ、今後扱っていく、まあ、その僕が作ったソースコードについて話します。で、次に、プロジェクト作成ということで、実際にリアクトのサンプルのプロジェクトを作成します。 で、最後にですね、まあ、プロジェクトをちょっと、まあ、編集した、まあ、僕のそのリアクトの,あのコードについて見ていきたいと思います。データサイエンス研究所。はい、そしたらまずソースコードなんですけど、まあ、GitHub のリポジトリ上の僕のページにソースコードがあるので、これをダウンロードしてください。で、これのリンクについては概要欄に貼ってあります。で、これのダウンロード方法については、まあ、コードをしてダウンロードジェップ、もしくは Git クローンでダウンロードしてください。 で、そちらをですね、VS コードで開いてもらって、まあ、こんな感じですね。左側にさっきのフォルダーたちが出るようにしてもらって、で、ターミナルも開いてください。で、ここでコマンドを打って、リアクトのプロジェクトとかを作成していきます。で、今回扱うのは、この01のリアクトフォルダーの中身を扱っていきます。で、readme ファイルにそのプロジェクトの作成方法とかが書いてあります。で、このリアクトプロジェクトは僕が作成したプロジェクトになります。これはあのー、 3ですね。今1のソースコードで、2はプロジェクトを作成する。で、3のリアクトの基礎の部分で、このプロジェクトの中身については解説していきます。はい。そしたら次に Readme ファイル見ていきます。Readme ファイルの中身はこんな感じになってます。で、まず、前提として必要なのが Node.js のインストールが必要です。で、これに関しては、まあ、すでにもう View のプロジェクトとかやってる方がいたら必要ないです。まあ、要は JavaScript を使うときに必要な あの、ライブラリライブラリっていうか、あの、ソフトウェアになります。で、Node.js がインストールされてる前提で、まあ、これですね、React の起動ということで、まあ、初めてプロジェクトを作成する場合は、まあ、こんな感じで、01の React のディレクトリに移動して、まあ、別に好きなディレクトリでいいです。あの、プロジェクトを作成したいディレクトリに行って、これですね、NPX の Create React App で、この最後にプロジェクトの名前を入れてください。 で、これをやることによって、まあ、サンプルプロジェクトっていうフォルダーが作成されます。で、そのフォルダー、プロジェクトに移動して、NPM スタートってやると、開発環境が整えられます。でですね、まあ、それとは別に、既存のプロジェクトのサーバーを起動する場合、例えば、まあ、さっきで言うと、僕のもう、そのリアクトプロジェクトっていうのが、まあ、デフォルトで、デフォルトっていうか、ソースコードをダウンロードしたらあったと思うんですけど、まあ、そういった、まあ、誰かのプロジェクトとかのサーバーを起動する場合っていうのは、 こんな感じで。あの、そのまま01のリアクトのサンプルプロジェクト。まあ僕のさっきのプロジェクトだったらリアクトプロジェクトに移動して、で、NPM インストールで必要なライブラリをインストールする必要があります。で、その上で NPM スタートってやると開発環境を整えることができます。はい。そしたらですね、次にプロジェクト作成ということで、まあさっきの Readme ファイルに従ってですね、プロジェクトを作成していきます。まず、 この最初、リアクトのフォルダにいるとして、CD の01のリアクトフォルダに移動します。はい、こんな感じですね。で、そこから NPX Create React App でサンプルプロジェクトって入れると、真下にバーって出てきます、はい。バーって出てきて、で、これ下の方ですね。下の方にこういう感じで出てきます。で、まあ、要はこれやってね、みたいなのが出てくるので、それに従って CD のサンプルプロジェクトに移動して、NPM Start ってやると、こんな感じで、あの、 サクセスっていう感じで、まあ、これにローカルでこれにアクセスすると、まあ、その実際のウェブアプリ見ることができるよっていうのが、あの書いてあります。で、実際にですね、これでその URL にアクセスすると、まあ、こんな感じでリアクトのサンプルページを見ることができます。はい。そしたらですね、今のプロジェクトのファイルとフォルダを見ていきます。まあ、こちらがサンプルプロジェクトフォルダですね。実際にあの作成されたやつになります。こんな感じで。で、 これの、ま、重要なところだけ説明するんですけど、パブリックフォルダーとソースフォルダーですね。こんな感じで、こうあります。で、このフォルダーとかの中に、まあ、実際のプロジェクトに必要なファイルがあります。で、この辺のやつは、まあ、これは Git 関係ですね。で、この辺がパッケージになります。まあ、その、必要なライブラリとかが入ってます。で、ReadMe ファイルは ReadMe ファイルですね。まあ、これ読んでっていうファイルになります。 で、プロジェクトの中でも、まあ、特に重要なファイルですね。index.html と index.js と app.js についてこれから見ていきます。はい。そしたらですね、実際に重要な各ファイル見ていくんですけど、まず index.html ファイル、こんな感じになってます。はい。えっ、ー、と、めっちゃコメントアウト、本来は書いてあるんですけど、それは消去して載せてます。で、こんな感じでいろいろ書いてあって、あの、重要な部分、これですね。ボディの中身のここになります。 からの div タグがあって、id にルートだけ設定されてます。まあ、要は、この html ファイルのこの id がルートのところに、あの、リアクトで作成したアプリが反映されます。で、次にですね、index.js 見るんですけど、まあ、ここ見たらわかるようにですね、この document の .getElementByID でルートということで、まあ、さっきの id イコールルートと指定された部分が、まずこのルートに入れられます。 で、root.render で、このア p プっていうのを、あのー、参照してます。で、このア p プっていうのが、さっき重要なファイルだよって言った中にあった app.js になります。なので、この、あれですね、id が root の部分。これ html ファイルのやつですね。html ファイルで、id が root の部分と、あとはこっちですね。この app.js の部分がここで結びつけられてます。 つまり、まあ、その app.js の中身っていうのが実際のアプリの本体になります。だから、index.html と index.js っていうのは、まあ、あくまで土台的な存在になります。じゃあ実際にですね、app.js 見るんですけど、中身がこんな感じになってます。ここで、まあ、ロゴの画像とか、css ファイルとか読み込んでるんですけど、まあ、1個の関数が定義されてます。app っていう関数ですね。この app っていう関数が先ほどインポートされた関数になります。 要はアップ、app.js ファイルから、app っていう関数をインポートして、で、なんかこう、app タグで囲んだ感じですね。はい。で、これが反映されるんですけど、このリターンこの関数の中のリターンですね。この関数が返すやつの中に、まあ、html らしきものが書いてあります。もう、div とか、ヘッダーとか、イメージタグとかで書いてあるので、まあ、一見、html ファイルに書くような、html のコードだと思うんですけど、 ま、JSX っていうものが書かれてます。で、その何かっていうと、まあ、HTML の中に JavaScript を組み込めるような、ちょっと特殊なコードになってます。なので、まあ、ここの赤線引いてるようにですね、このクラスのところがクラスネームに変わってたりします。で、これちょっと下見ていくんですけど、このお約束ごととして、リターンの中身は一つのタグで全部囲まないといけません。 なので、この div タグで全体を囲ってあります。一つでちゃんと囲わないと、あの、エラーが出ます。で、あとは、これですね。まあ、さっき言ったように、クラスネームとか、まあ、このクラスでいつも、あの、定義してると思うんですけど、そのクラスを。それだと、まあ、JavaScript で使うクラスとかと被っちゃうので、まあ、それが被らないように、ま違う名前が使われます。で、これはクラスネーム以外にも使われるので、まあ、その、出る、たび にですね。あの、あ、これはこう書くんだって覚えれば大丈夫だと思います。で、さらにですね、特殊な部分が、これですね。ソースの部分に、ま、カッコでロゴって書かれてます。で、このロゴっていうのがちょっと戻るんですけど、これですね。画像ですね。インポートしてきた画像。で、このカッコでくくると JavaScript のコードを扱うことができます。なので、まあ、あのー、この JSX において、まあ、基本的にまず覚えておくことが、まあ、一つの タグで全体を囲わなきゃいけないことと、あとはちょっとこの属性の名前ですね。が、あのー、ちょっと特殊で変わることと、あとはカッコでくると Java i p 人のコードが使えること。これはまあ前提として覚えておけば、とりあえずコードは理解できると思います。ここの中のですね、デフォルトで作られるコードを理解できます。で、あとはこれアップって定義した関数ですね。こう下見ていくと、 こんな感じで、ま、カッコ閉じて終わるんですけど、最後にエクスポートのデフォルトでアップっていうのを、まあ、他のところからインポートできるように設定しています。はい。そしたらですね、ここまででもう作成したあのリアクトのプロジェクトについての解説はおしまいで、まあ、実際にですね、自分でちょっといじっていきたいと思います。で、実際にちょっといじったやつがリアクトプロジェクトとして、まあ、すでに作成されているので、それの中身について見ていきます。で、今回いじる部分はこれですね。 パブリックフォルダーの index.html とソースフォルダーの中にある app.js と、あとはこのソースフォルダーの中にコンポーネンツフォルダーっていうのを作って、その中に hello world.js と inputtext.js っていうのを作ります。でですね、まあリアクトのその基本的な話として、そのコンポーネントですね。 要は、その小さい単位に分けて、それを、ま、いろんなところで使うっていう考え方があるんですけど、ま、それに基づいて、ちょっとコンポーネントを2つ作って、それを app.js で使うという形で、ま、あの、やっていきます。はい。そしたら、各ファイル見ていくんですけど、まずこの index.html ですね。これに関しては、あの、ブートストラップを使えるように CDN タグを追加しただけになります。なので、まあ、あんまり何も難しいことはないです。 で、次に、これですね。コンポーネントの、コンポーネントフォルダーの中にある、hello world.js と inputtext.js について見ていきます。で、この hello world.js の中に、hello world ファンクションを作ります。で、これも他からインポートできるように、エクスポートのデフォルトっていうふうにやって、この p タグで囲んで、hello world って返すだけの関数になります。これは jsx ですね。1個のタグでちゃんと書くってます。 で、次に inputtext.js は、まあ、これも一つの関数で、inputtext っていう関数なんですけど、引数を受け取ってます。で、これカッコで囲んでテキストっていうのを受け取って、で、それをこの中でですね、表示できるようにしてます。で、この一つ一つのこの関数をコンポーネントとかって言ったりするんですけど、まあ、このコンポーネントを実際に a p j s で利用します。で、hello world コンポーネントは、ただ p タグで hello world って表示するだけ。 で、インプットロットテキストのコンポーネントは、そのコンポーネントに引数を受け取って、まあ、その引数の内容を表示するだけになります。まあ、要はどっちも言っちゃえば p タグで文章を出力するだけのコンポーネントになってます。引数がないかあるかの違いですね。で、実際にこれを app.js で使うんですけど、ここでまずインポートしてます。コンポーネンツホルダーの中にある hello world.js から hello world っていう関数を。で、インプット… テキスト .js からインプットテキストっていう関数をまずインポートします。で、次にアップの関数をこれ定義してます。で、ここの中でまずやってることはこれですね。テキストにハローワールドっていうのを定義してます。で、これの中身こんな感じになってます。まず全体を div タグで囲んで、クラスネームにコンテナって指定してます。まあこれはブートストラップの話ですね。クラスネームあたりは。で、サンプルプロジェクトってタイトルつけて、で、まずこの p タグにこれ定義したテキストを入れます。 なので、まあ、本当に JavaScript のコードが使えるのであれば、このテキストは Hello World と表示されます。で、次に、インポートしてきたこの Hello World も、結局ですね、p タグの Hello World を表示するので、こことここはどちらも Hello World が表示されると思います。で、次にですね、こっちですね、インプットテキストは、引数で受け取ったやつを p タグで返す。 だったんですけど、これも引数にテキストイコールハローワールドっていうのを入れます。つまりこの3つは全部ハローワールドって表示するようにしてるんですけど、この一番最初のやつは、これですね、コンポーネント内の、この、要はリターンする前にテキストっていうのを定義して、それを JavaScript のそのテキストを表示してる。で、ハロー・ワールドは違うコンポーネントのやつを表示してる。で、インプットテキストは引数を持ってそれを表示してる。 で、全部同じ表示なんですけど、違うやり方で表示しています。で、実際にこれの Web アプリ見るとこんな感じになります。実際にですね、NPM スタートであのサーバー起動させると、全部こんな感じで Hello World って表示されるのが確認できます。これが App.js の基本的な内容ですね。まあ、要は、あの JavaScript をそのまま使う方法と、コンポーネントをインポートして使う方法について見ていきました。 データサイエンス研究所。はい。それでは最後まとめですね。今回は ReactJS の基礎ということで、プロジェクトを作成するのと、React、まあの基礎ということで、まあ、その JavaScript のコードを使ったりですね、まあ、あのコンポーネントを別で用意してインポートして扱っていく方法について解説していきました。はい。いかがだったでしょうか ?ReactJS の基礎についての解説。もしよろしければチャンネル登録やコメントぜひ,ぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。